木曜日です大越健介キャスター登場三宅民雄の真剣勝負大越健介さんおはようございますおはようございます、えー、実は感染防止のため大越さんは私たちとは別のスタジオからの参加ですはい。さあ今日のテーマお願いします、えー、今日は今話題が としています。政府が提出している検察庁法の改正案について考えたいと思います。はい、まこれほど突っ込みどころの多い法案も珍しいですよね。あの与党側は今国会での成立を目指して明日衆議院の内閣委員会での採決を行い考え行いたいとしているんですが、うん、ま野党側が猛反発をしている対決法案になっています。これね大越さんあのそもそものその法案の改正の内容から。 説明してくれませんかこれかなり分かりにくいですよね<え>でまず前提としてですね検察という組織について押さえておきたいと思います、はい、で検察は法務省が管轄する行政組織である一方で事件の捜査や、まあ、裁判所への起訴という役割を持つ組織ですで多くの場合これ事件を摘発するのは警察の方ですよね刑事もののドラマは今も人気です、はい、しかしこの警察ではなくて検察がその捜査の段階から独自に動いて 自ら逮捕し起訴すするというケースもあります、うん、最近しばしば報道されている事件もあるんですが宮家さん思い当たるところは、えー、しばしば報道されている、えー、と広島の事件なんですかそうです、ねえー、広島自民党のカイ・ア参議院議員の選挙をめくる買収事件ですでこの独自捜査を行っているのが広島地方検察庁なんですね、はいまあ、これら検察を所管する法務省の公式ページでは、うん 検察の重要な仕事として、この独自捜査を紹介しています。まあ、この説明書きにはこう書いてあります。政治家等による汚職事件、法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪等について、この独立捜査は行われます。このような政治経済の陰に隠れた巨悪を検挙摘発することは、各界の事情作用を促し、民主主義と資本主義を基本とする、 我が国ののの健全なな発展の一助となるべきものですす、まあ、こう説明していまねで検察が政財界の巨額を暴く独自捜査をいかに重要視しているかということがこれでも分かると思うんですでそのためには政治から距離を置いた独立した組織であることが求められているんですよねで過去にもロッキード事件リクルート事件といった大きな事件が東京地方検察庁特捜部に所属する まあ、いわゆる検察のエースたちによって,によって摘発をされてきました、うん、それで、えっと、今回議論になっているのはその検察官の定年延長の問題ということですねそうなんですね、まあ、今申し上げたこの検察の立ち位置をまあ確認した上で今回の法改正のポイントを見ていきたいと思うんですが、はい、これ一般の国家公務員と同様に検察官の定年も63歳から65歳に延長しようというものなんですで、まあ、そのこと自体はですね これ社会がだん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 高齢化していく、年金支給開始年齢までは働くことができ,までできるようにしましょうよという、まあ、そうした大きな流れの中では、それ自体はすんなりと納得がいくものだと思いますし、はい、野党側も別にここは特段反対しているわけではないんです、ただ、ですね、今回それだけにとどまらないんですね、いろいろと付随する要件があって、しかもその経緯というものに問題があるということで、反発が収まらないんです。 でその反発を読んでいるその中身なんですけれども役職定年制の導入に伴う特例設置の導入と、これ分かりにくいですよね、うん、で具体的に言いますとこの役職定年というのは地方検察庁のトップの検事生とか高等検察庁のトップなどは63歳でそのポストから退くという中身なんですね、はい、まあ平野検察官に戻りましょうということですね。はい、とこころがこの法案では 内閣や法務大臣が公務の運営に著しい支障が生じると認めれば最大3年間定年を延長できるという特例規定が設けられているんですでここまで聞くとおやおやと思う方もいると思うんですが、はいまあ否定にこうかり得に分かりやすく言う,ういうことです、まあ、65歳まで定年は延長しますが主な役職は63歳で退いて後輩に譲りましょうねということですよね。はい、でも総理ととかか法務大臣とかが いや私あなたのことが気に入ったので理由をつけて特別に役職定年を延長してトップの検事総長までやってもらいましょうかねというこういう理屈がまかり通ってしまうのではないか、まあ、非常にこうザクバラな言い方しましたけれども、うん、そういう懸念が持ち上がった、うん、検察官の人事に恣意的な政治の介入につながるのではないか野党はそう反発をしているわけです、うん、大越さん、続きこのあと2分後に聞きましょう。はい 三宅民雄の真剣勝負木曜日大越健介キャスターが世の中を見ています大越さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー。検察庁法改正案について、えー、検察幹部の人事が政治の恣意的な判断で決まってしまうんではないかという懸念もあると、えー、さらにその法案の経緯にも考えるべきことがあるんじゃないかということでしたが、はい こう今まさにその改正案の是非について国会で議論が行われているんですが、はい、まあ実はですね安倍内閣はその改正の法案を提出する前にもう実はそのことを実践してしまっているんですよね<う>今年1月のことですが東京高等検察庁の黒川検事長についての人事がそれです、えー、黒川検事長は2月で63歳の定年を迎えることになっていたんですが 安倍内閣は黒川検事長の定年を延長することを閣議で決定をしたんですね。野党は、いや、それは従来の政府の法解釈でやってはいけないことになっているよと。 ご主張すると安倍総理は後付けの形で法改修を変更したんだとこう説明して野党側の貧縮を買いました、うん、まあ安倍総理よほど黒川検事長がお気に入りで定年延長して検事総長にでもなってもらおうという腹ではないかという疑念が一気に噴出をしたんですねで今度はそれをさらに後付けするような形で法律そのものを改正するような内容になっているんです、うん、で昨日の国会審議でもですねその 定年延長役職定年を延長する基準っていうのはあるのかという野党側の質問に対して、えー、答弁に立ったあ担当大臣が、ですね、うん、いや、基準は特にありませんというようなことを言ったりして、まあ、これ、国会ではまだまだ大騒ぎになっているということなんですよねあの。どうでしょう、ここまで改正案のさまざまに指摘されている問題点に,説明についてご説明をしたつもりなんですが、えー、ご理解いただけたでしょうか。あの だから政府側が公式にそのことをどういう,ふうに説明しているかということですよね政府は国会での質問に対してこんなふうに言っています目的は高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点などにある、まあ、それについてはまあ理解があ、まあ、野党側も理解をしているということなんですが、うん、で検察官の定年延長にあたってその要件となる自由を事前に明確化することにしており 内閣の恣意的な人事が今後行われるといった懸念は全く当たらない、まあ、安倍総理をはじめ、えー、閣僚はそう繰り返しています、うん、まあ原則的な考え方を述べながら、まあ、勝手なことしないから自分信頼してよと理解を求めている形ですよね、うん、まあ野党のしかし、これで納得しているとは到底言えない状況で、うん、まあ実際、その紋切り型の答弁を繰り返されても納得しろというのは、なかなか難しいのが実態ではないでしょうか。うん あのまあ与野党が対決する法案っていうのは数多いんですけど、今回はお越しさんあのネット上でね、著名人を含めて多くの人が声上げてますよね。そうですね。これがあのこの法案の取り扱いをめぐるまああの一番の特徴の一つではないかというふうに思います。はい、まさにオンラインデモという状況を呈しているわけですよね、うんえー。検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグを共有する形でツイッター上に抗,抗議の声が まさに両言の火のごとく広がりましたで菅官房長官はインターネット上に様々な意見があることは承知をしているが政府としてコメントすることは差し控えたいと、まあ、政官の構えですただ自民党の岸田政務調査会長国民の中で関心が高まっていることや厳しい声があることは謙虚に受け止めなければならないというふうに述べていますまあ、日本弁護士連合会も判定の声明を出していて、うん まこうした動き政府与党も大いにこれ気になるところだと思いますよねどうなんでしょうその抗議の声が広がるにはそれだけの理由があるっていうふうに考えるべきなんでしょうかね、はいえー、大いに十分な理由があると思いますで、理由は主に2つありますま一、あ、つはあまあ、先ほどルルご説明したこの改正案がに対して指摘されている問題点についてこれ政府の これまでの文切り型の説明ではですねこれ疑念の払拭にはやっぱりほど遠いと思うんですよね、まあ、検察が曲がりなりにも政財界の脅迫を暴くことを使命としているのであればやはりその独立性というのは保たなければならないと思いますでそのことを政府はやっぱりきちんと説明する義務がありますよね、まあ、恣意的な人事を行わないというのであれば安倍総理もまあ自分の言うことを信じてほしいというだけではなくて どのような具体的な歯止めがあるのかまでこれ、示してもらわないと、ですね、この懸念というのは解消されないんではないかというふうに思います。圧倒的な説明不足だと思います。そしてもう一つあります、これはまあ言うまでもないんですけれども、これ、国民の間に広がっている、そもそもその法案って不要不急なんですかという声ですよね。あの検察官の定年を歳歳から65歳に引き上げることは、 これ大きな反発を覚悟の上でどうしても成立を急ぐ性質のものなのかというと、まあ、残念ながらですね、えー、長い間働いてもらおうということは納得するけどもいろいろ諸々を考えるとおもろ手を挙げて賛成ということには、まあ、決してなっていないわけですよね新型コロナウイルスの感染を拡大させないために日本中の多くの人が冬不要不急の外出はしないでくださいというそういう政府の呼びかけに応えてこれまで必死に 在宅生活に耐えてきたわけですその国民の目から見て、この法案、不要不急なんですかというふうに見られていることはこれ否定できないとなると、その意識のギャップを解消しないまま法案成立をさせるのは、これ、買う反感の大きさを考えれば、逆にこれ勇気がいる行為だと思いますよね、まあ、しかも、こういう状況にあるわけですよね、はい、そのどこに落としどころを見出せばいいんですかね。私はですね、ええ、あの与党 つまり自民党・公明党の見識というものに期待をしたいというふうに思います、まあ、政府・与党は一体という言い方をよくしますけれども国の祭りごとを行う政府と国民の意向を踏まえて自由に言論を戦わす政党という存在は本来これ活動のフィールドが違います、まあ、具体的には政党の活躍の舞台というのは国権の最高機関である国会ですで政府はすでに3月にこの検察庁法の改正案を国会に提出している立場ですので まあ法案はもうまな板の上の鯉と言っていいと思います、その取り扱いの責任は国会にあるというふうに言えます、はい、でその国会の,この議論の場においてです、ね、法案の成立を目指しているのが政府側ですねで、これに野党側、多くの野党側が反発をしているという構図の中で、その双方の主張を至近距離で理解できるキープレーヤーというのは与党、すなわち 二階幹事長らが実務を取り仕切る自民党と山口代表が率いる公明党ということになります。二階幹事長と山口代表と言いますと、先月安倍総理の官邸を解き伏せた一幕がありました。新型コロナウイルス対策として、国民一人当たり10万円を一律給付するあののました経緯がありますよね。うん、まあ今回の検察庁法改正案については、あ法案をどう取り扱うかは、 まさにこの自民、公明両党の判断がものを言うと思います、まあ、少なくとも政府が十分な責任を果たさないまま、野党が物理的に抵抗する中で採決という事態はこれ想像したくないですよね、3密の中での乱闘国会などというのは世界の笑いものになっちゃいます、えー、ここはぜひ与党の見識、理性ある対応に期待をしたいと思います大越健介さんででした毎朝ここに注目です。 各地で真夏日が観測され始めましたが、今年は熱中症対策が例年にも増して重要になっています。松本博氏解説委員に来ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの例年以上に熱中症の対策警戒が必要というのはコロナウイルスの影響ですかね。そうですね。あの熱中症によって多い年には千人以上の方が亡くなっているんですけれども、この熱中症の患者というのは。 急に暑くなった、その初めの時期に集中する傾向があるんですね、えー。暑さに体が慣れること、暑さに体が慣れていくことを初熱潤化という言い方をしますけれども、はい、それができていないうちに急に暑さにさらされると発症しやすいわけです、はいで。特に今年は外出自粛が長く続いています。体を動かして汗をかく機会が少なくなっています。 特に高齢者が熱中症にかかりやすいとても危険な状況にあると言えるんですうんその体が慣れていないというのはどのぐらい危険なんでしょうかえあの屋外などで働いていて熱中症で、えー、死亡した人この作業をしていて、えー、熱中症で死亡した人ですけれどもおおあの作業を開始してから何日目に亡くなったかというデータがあるんですね、はい、すねると初日があの突出してて多く,で,多くてですね。 その初日から3日間で亡くなった人の3分の2を占めていますその後急に減っていくんですけれどもまあ、体が慣れていない時がいかに危険かということを示しているデータだと思うんですね、はい、でさらにこの新型コロナウイルス対策でマスクをしているとこの体内に熱がこもりやすくなってまた喉の渇きも感じづらくなる脱水が進んで熱中症になりやすくなっているという専門家の指摘もありますそうなんですね でもどうしたらいいんですかねこれ大切なことはですね今の時期に暑さに体を少しずつ慣らしていくということですつまりなるべく汗をかくようにしてうまく熱をこの放出できる体体質に変えていくということです、まあ、具体的には感染対策をした上で外に出て密集は避けなければいけませんけれども少し暑い中で少しずつ活動をしてみるあるいは軽い運動をしたりすると いうことですね。でまた夏場はシャワーだけで済ませるという人もいると思いますけれども、週に一二回は厚めの風呂に入って汗をたくさんかくということも有効だと専門家は指摘しています。まあ、いずれの場合もですね、その時に、えー、こまめに水分を補給すること、そしてその後体を十分にこ冷ます、クールダウンするということも大切です。うん あのクーラーの利用も必要になりますよね。そうですね。あの高齢の方は部屋の中で熱中症にかかるケースが非常に多いんですね。うん、で、暑さを感じにくくなっている高齢者の場合ですね。この暑く暑さを感じる前にクーラーをかけると。で、またただそのコロナウイルスの対策として定期的に換気をすることもこう忘れないようにしておく必要があります。また。 あの高齢者は喉の渇きを感じなくても脱水症状が始まっているということがあって時間をを決めてて水分をに取るようにに取るるすす。とといいい言われています、まあ、その他、基本的なこととしてやはり食事をしっかりとる睡眠をしっかりとるということも大切です。はい あの緊急事態宣言が39件で解除され多くの人がこれから屋外で活動する機会が増えると考えられるんですがです、ねえー、注意が必要でですすよねねそうですね解除後というのも警戒が必要ですね、うん、あの解除されて急に暑い屋外に出ての激しい運動をしたりすると若い人も熱中症になるリスクが非常に高くなります、まあ、高齢者に限らず十分に体を慣らしていく必要がある時期である、うん、ということが言えます。はい まあ去年はあの記録的な猛暑でしたけれども、今年の夏も気象庁の長期方では平年並みか平年より暑くなる可能性が高いとされています。コロナ対策と合わせて熱中症への備えを今きちんとしておくということが非常に大切になっています。はい、松本博氏解説委員に聞きました。